宗剣は中国語漢末期から三国時代の暮れにかけての武将。聖師、三国史によると195年に孫作配下として流洋攻めに従った。流洋軍の大使指が孫作に一騎打ちを挑んだ際、孫作に突き従っていた13人の騎兵の一人として、官あたりや郊外と共にその名を記されている。215年、孫剣が、 合飛城を攻めた時は一軍を率いて参加したが、曹操軍の長領が奇襲してきたため、総剣の兵は女性の軍と共に逃げ出してしまった。しかし藩将が逃げ出した兵二人を切ったため、彼らの軍は全軍闘争に至らずに踏みとどまることができた。二十二年、職官が暮に侵攻してきた時は、陸村の指揮下で主前、藩将、藩あたり、女性、千羽藩、 孫官館と共に五万の軍勢で出陣し、これを撃退した。劉備が白定城に撤退すると、女性や藩将と共に再攻撃の許可を尊権に、上層したが、陸村の反対もあり許可されなかった。創権に関する部分は、上記の部分のみで、郊外ら部官として、功績を上げた者たちが乗る、御所第1にも立伝されていない。他の人物のつてに、不伝されたり、 繁将詩の注釈にも詳細が記述されていないため、字や聖没年、回位などが不明である。小説、三国支援儀では、法典画劇の使い手として登場する。赤壁戦直後に、孫権が合飛城を攻めた際、花花と共に、孫権の護衛として出陣する。本陣に攻め寄せてきた学神を迎撃し、学神が撤退すると追撃するが、利天の放った矢が、 心臓に命中し、戦死することになっている。孫権は、孫権の死を嘆き悲しみ、大死児を、あだちのために出陣させている。ありがとうございます。